テンスラー・オブ・エイ・コリウスの夢のアニメを見たので、まあネタバレ込みで語っていこうと思います。まあ評価基準としては SS ランクですね。良くも悪くもいつものテンスラです。まあ、時系列的にも1期と2期の間ぐらいで、まだリムルが魔王になる前なので、まあそれなりに緊張感は残ってるけど、まあリムルが潜入して人助けして終わりっていう、まあいつものテンスラですね。まあカマセっぽいパウロ君が土壇場で成長して、まあちょっとかっこいいところ見てるんだけど、一般通行ルミナスさんが、まあ今ちょっとリムルにちょっと会うのはちょっとあれだから、まあ戦火とか譲られて、まあ出世してたり、ナロー版のラスボスだった結城さんが味方寄りっぽいイメージを見せてきたり、ニーアオートマタに例えるとナロー版の結城が 2B 失って精神崩壊した 9S だったら、書籍版やアニメの結城さんは 2B さんのケツを見てる精神が安定してる 9S くんだからね。まあ結城がなんだかんだリムルとは共闘路線なのは、まあ改めて見せてきた感じはあると思います。あとはなんかやばいアークデーモンとかいるから赤鬼と青鬼を連れて戻ったりっていうあれこれやってますね。戦闘シーンはまあ良かったですね。ちゃんと超スピードで戦ってたり、魔王構えでもやっぱちゃんとリムルも赤鬼も青鬼も強そうっていう感じは出てたと思います。まあヒーラーだけど物理もいけるルミナスとか、まあ遊んでやってるウルティマなビオレちゃんとかもやっぱちゃんと強そうな感じ出てますから、まあこの辺はやっぱさすが8ビットだなと思いました。あと今回良かったなと思うのは、リムルが新たなフォームとして大怪盗サトルっていう、まあ、前世を模したやつを出してくるんだけど、これが寺島拓馬さんで、まあ、寺島さんも毎回毎回テンスラの主題歌とか歌ってくれてるから、まあ、リムルのフォームとして出してきたのは良い兄寄りだと思いますね。あとやっぱりリムルがスライムとして潜入操作してるところの作画とかやっぱ可愛いなと思う。うん、あいつやっぱシズさんよりもスライムでいた方が可愛げあるよなって思います。まあリムルの場合、シズさんの姿借りるときはまあ対外的な交渉とかそういう場で使うから、まあ違和感はないんですけどね。うん、まあ全体的に3期4期の伏線があるって感じですか。まあ3期でいろいろとリムルたちに関わってくる魔王吸血鬼のルミナスが謎の田所あずさを封印してたり、映画でも出てきたウルティマなビオレちゃんだけじゃなくて、まあ、彼らとテスタロッサも、まあ、最後にちょっと顔を見せしてたりね。うん、まあ、やっぱ彼らとテスタロッサとウルティマが一番しっくりきますね。まあ、ビオレは1年前の映画のせいで、もう仲間になっても、ウルティマビオレって言いそうだなって思いました。まあ、長谷川郁美さんが彼らなのも良いしね。やっぱこの人も新人の方だけど、声幅広いよなと思います。鈴代さゆみさんと並んで。まあ、鈴代さゆみさんもテンスラにいるんだけどね。かぐや様声優多いから、なんとなくもみじは古賀葵さんになりそうな予感はしてます。あとテスタロッサが内山由美さんなのいいなと思った。まあ、原初三人娘だと一番お姉さんっぽいんだけど、まあ、なんだかんだ友達になれるやつだけど、破滅的なヤバさも兼ね備えてるいいお姉さんなんですよね、テスタロッサ。そう、よく考えてみると無職転生のルーデウスのバッドエンドルートも破滅的なやつになっちゃうんだけど、テスタロッサも割とルーディウスみたいなことをやってるよなって。生地パワーがある分だけルディよりもヤバさは見えるんだけど、まあ原初3人娘がリムルの仲間になるのがマジで楽しみですね。ペース配分的には4期になりそうだけど、3期で前倒ししてもいいんやで。まあトータルで言うといつものテンスラだし、ナロー系っていうよりも講談社のバトル漫画との長編っぷりを見せてくる感じなんだけど、まあ、そこがいいよねって思う。うん。まあ、シリウスの漫画なんだけど、仮にコミックボンボンが生きてたら、まあ、テンスラとシャンフロが今のコミックボンボンの看板になってたんじゃないかなって感じはします。まあ、ずっと言ってますけど、テンスラはコミックボンボンのね、亡き香りがしていいんですよ。なんかどことなくドラクエのイメージ引きずってんのもナイトガンダムっぽいしね。うん。まあ、来年4月の無職転生と合わせて、まあ、テンスラがまた並び立つっていうのも熱いですし、とんでもスキルも2期あるし、マジで熱いっすね。はい。うん、ということで僕テンスラ大好きだから SS ランクでいきます。もう来年4月の3期も楽しみです。以上です。